女子予選決勝です。先攻青コーナースマイル藤田、後攻赤コーナーさん、それでは行きましょう。 DJ 元弘 Ready Fight。来ちゃったぜ決勝、ここまで来ること思ってなかったぜ。一方的に言うとイエス決勝とか言っちゃうけど、さっきから俺の方見てブツブツ、どうせインカー変えねんでしょ。でもね、俺全然踏めないの。見てわかるでしょ、今までのバトルの法則。踏めないけど熱い気持ちってあると思うんだよね。それ伝わればみんなに幸いです。熱い気持ち、気持ち気持ち繋ぐ頭からが揺らぐ、そのまましっかり脳みと揺らぐ。ミヤタイファーこれ断固揺らぐ。ここまで来れるのを思ってなかった。俺は去年の7月4日ベスト4坂田神に負けた時から絶対今日ここ立つって決めてんだよ。去年の7月4日負けたとか全然俺知らないじゃん。わかんないけどさ、何ミヤタイファー。でも俺の好きな AV はミヤパイパン。もうちょっとやれ真剣に、俺なら出していく人間に。高級志向かヴィンテージ100ラップじゃ溶けがれピン芸人に。けせけてる目覚まし時計ポケ目覚まり時計。くだらねえって言ってバカにすんだよポケ。目覚まり時計っつったってさ、決勝戦なんてもうここでどいたらおかしくない。ねえ、なんか変な勝負になっちゃうけどさ、すごいキラキラの目だけど俺困っちゃうな。こういうの嫌なんだよな。どうしようみんなって助けを求めてるけど、みんなもどうせこっちの味方でしょ。ずるいな。そう、こっちの味方学んだローカルインの振り方。キャパイのはこっちかな。俺はいつでも上まで行くだけ。今からここで止まる気ねんだ。ライブライブまだ鼓膜にねんだ。飛ばすそうならまるで危険だ。崩れたるまるでこれはジェンガ。いつもさ、なんかさ、最後いい踏むとこうやって決めるけどさ、鼓膜に連打ってさ、鼓膜に連打したら俺破れちゃうからやめてよね。でさ、思うんだけどさ、こういうガチガチのラッパー全国どこにでもいるじゃん。栃木ってこういうの出してもよくない？ちょっとさ、こういうので栃木色出していこうよ。こういうラッパー2014年チェックドタバタンがいるだろ、ボケ。今年はこんなまじゃないし、ギャグラップならやれ井の端会議。俺は仲間が変えてくれた、栃木この街が変えてくれた、先輩たちが変えてくれた、今宵栃木俺が変える番だ。それでは判定お願いします。先攻青コーナースマイル藤田、後攻赤コーナーサム。まずはサム、バイシンレディージャッジ。赤、勝者サム。